じゃあ実際にこれで切っていきます。だいたいボンの久保から45度この位置が、じゃあこれを45度で切っていきます。で次こっから威圧ポイントまでを30度で切っていきます。これはまあほぼ表面の毛を取っていくイメージなんで、中の毛はそんな取らなくていいです。表面の毛を取っていく感じで30度。で次20度で、20度はほぼアウトラインで来たのと同じですね。こんな感じでグラデーションラインが出来上がりました。こういうイメージで、はい、じゃあ逆側、まずイヤツーのここからを表面を45度で切ります。で次にここからイヤツーまでを30度で、ここまでを20度で、あれちょっと違う、ちょっとこうか、